樹皮とは、木元幹の表面に形成される組織である。樹皮は、木元の周りを覆うように形成される。一般的に歯には形成されない。もともとは死んだ、組織の集まりで、コルク形成層から形成され、やがて剥がれ落ちてしまう。普通は古くなるにつれて、部分的に剥がれ落ちる。この剥がれ形には種によって、独特の特徴がある。猿滑りのように樹皮が、 全体に綺麗に剥がれるものもある。また、博打の木は、その剥がれ方が派手なのを博打に負けて身ぐるみ剥がされる、様子になぞらえたものである。また、樹皮には呼吸のための独特の穴を生じるものがあり、これを皮目という。樹木において、中心の木部は、細胞壁が発達した後に死亡した細胞の集まりであり、樹皮の外側もまたそうである。 樹皮の下層のコルク形成層から、木辺表面の形成層までの部分が生きた細胞で作られている。木が枯れるとこの部分が早くに崩壊し、樹皮と材とが剥がれやすくなる。切り倒した樹木は樹皮がついたままだと湿りやすく、虫がつきやすいため、カワハギと呼ばれる道具で落とすことがある。また、杉やヒノキの樹皮を屋根材などに利用するときも、カワハギと呼ばれる道具を使う。 樹皮を剥ぎ取って樹木の一部を食べる野生生物も存在する。日本では日本自家やエゾシカの樹皮食害による林業への打撃や森林荒廃が問題になっている。バークチップス、ありがとうございます。